阪神タイガースさん、初の京セラ全勝&マジック24。はい、着実に、一歩ずつ、負ける気がせんな。シュニドラにはそらね。今日は強い勝ち方やったな。ここホームにしよ。中野くんが久々にヒットを打ててよかったわ。京セラでは負けない。お前ら米食べてるだろ。しっかり逆転勝利できるの強いわ。勝っても勝ってもマジック1つしか減らない。さすがに明日は横浜勝つよな。大竹二桁いけそうやな。京セラ全勝やん。ホーム京セラにしろ。まあ着実に試合消化してるし、ええんやない。ちゃんと米食っとけよ。問題は次の巨人戦やな。前回は3立てしたけど、こういう時はいつも謎に負けるのが阪神やったのにほんまに強なったわ。京セラ8戦8勝ってバケモンやろ。ヤンキーが好きなナンバーヤン8戦8。去年京セラで負けまくってたよな。甲子園戻りたくねえ。京セラ最高や。ノイジー2打点おおおお。勝っても勝ってもゲーム差が開かん。好きなさすぎ落ち合いの時の中日みたいや。広島が負けないどころか阪神が負けない方が問題やろこ。こんなん広島の立場やったらブチギレやと思うで。久しぶりにテルのホームラン見れてよかったわ。4連勝なんか当たり前すぎてスレタイにもならない。どんでん、普通にやったら負けへんよ。負けるフラグやと思ったらほんまに普通に勝ち寄った。終わってみれば圧勝やろクローザー温存は。ここ最近にしては少し楽なゲームやったな。負けてもええわ精神ってもしかして大事なんかもしれん。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。